大滝町川から塩入駅方面入り口を見るドブ板通りとは神奈川県横須賀市中心部にある全長300メートルほどの通り商店街であるスカジャンの発祥地として有名アメリカと日本の文化が融合した独特の雰囲気を持つ商店街で市内の代表的な観光地の一つ第二次大戦前この通りには道の中央にドブ川が流れていたが 人や車の通行の邪魔になるため海軍交渉より厚い鉄板を提供してもらい、ドブ川に蓋をしたことから、ドブ板通りと呼ばれるようになった。その後ドブ川、鉄板ともに撤去された。横須賀市本町1丁目2丁目3丁目付近の国道16号と並行して並ぶ道路一帯をドブ板通りと呼ぶ。この一帯は百五十軒ほどの商店、飲食店があり、通称 ドブイタ通り商店街と呼ばれているが、正式には、本町商店街という名称である。第二次大戦前には第二本帝国海軍、横須賀鎮守府の門前町として栄え、第二次大戦後は、新中軍、在日アメリカ軍横須賀海軍施設の兵隊向けに、スーベニアショップ、肖像画店、バーや飲食店、テーラーショップなどが栄えた。海軍カレーや、 横須賀ネイビーバーガーなどの店も立ち並ぶ。ベトナム戦争の頃と比較すると米兵向けのバーや飲食店は数を減らし、2000年代には日本人若者向けのアパレルショップ、美容院、アクセサリーショップなども栄え、横須賀ならではのスカジャン専門店やミリタリーショップなども観光客に人気がある。アメリカと日本の文化が融合した独特の雰囲気を持つ、 商店街で横須賀に縁がある有名人の手形が通りの路面に埋め込まれたり、週末にはフリーマーケットやストリートライブ、パフォーマンスが開催され、年4回開催されるドブイタバザールは多くの人で賑わうイベントとなる。ドブイタ通りにある建物に本著とローマ字表示されていることから、米兵の間ではドブイタ通り一体のことを本地、ハンチなどと呼んでいる。 ありがとうございます。